日本東京都品川区江原江原は東京都品川区の地名。現行行政地名は江原1丁目から江原7丁目。郵便番号は142-0063。品川区の西部に位置する。北部は霧ヶ谷通りに接し、これを境に西五丹田に接する。東部から南東部は中原街道に接し、これを境に平塚、西中延にそれぞれ接する。 南部は旗の台に接する。地域西部は小山に接する。町域内を旧中原街道、26号線通り、立合道路、延山通り、栄通りがそれぞれ通っている。町域内は中原街道沿いに、商業ビルやマンション等の高層建造物が見られる。他は主に住宅地となっている。山頂目内には、隣の小山から続く。 武蔵小山商店街バルムが中原街道に接する付近まで続いている。この商店街は東京23区を代表するアーケード商店街として知られ、多くの人が訪れる。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば、江原1-22-1の地点で75万3000円平方メートルとなっている。 2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅はないが、目的地によって北西部から西部方向にある東急目黒線不動前駅、武蔵小山駅、西小山駅、仙俗駅の各駅や、南東部から南部方向にある東急池上線。 戸越銀座駅、荏原中野部駅、旗の台駅、さらに第二京浜下に走る都営浅草線、戸越駅などが利用される。他付近を行くバス路線も利用される。ありがとうございます。